上に何があるのでしょう。ごめんなさい、目移りしてしまって。荒れています。戦いの影響でしょうか。使わせてもらいましょう。あの空、時が迫っています。まっすぐには行けませんね。あ、この先に敵の気配が。敵がいます。他にも隠れていそうです。
こちらを。道が分かれていますね。足元にお気をつけて。足元に気をつけて。いいものでしたか？狭いですね。戦いにならなければよいのですが。少し狭いですね。先が見えにくい場所です。ここは行けません。ここは戦いにくいです。貴重なものを手に入れましたね。活用します。
くできましたか？あれは何でしょう？あのはしごは登れそうです。継承者様を探さなくては。お待ちください。それは大事ですね。すごい数ですね。数も多いですね。やってる。せっはっ。私。お役に立てたでしょうか？使わせてもらいましょう。あそこは初めの広場ですね。素敵なものが入ってるといいですね。これで下からも登れますね。ここなら休めますね。下と右、二手に分かれていますね。活用します。
事ですね。足元に気をつけて。注意深く見ているのですね。貴重なものを手に入れましたね。強い力を持つ者が滑らないように。せい、はっ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 、注意深く見ているのですね。使わせてもらいましょう。強い殺意。このまま。
そんなところに。侵害の集う場所、たどり着きました。活用します。お待ちください。先ほどのロストから血影が一つ、それもこの血影、どこか懐かしい感じがするのです。この血影にどのような記憶が刻まれているのか見せてはいただけないでしょうか。私の中で化け物が育ってきているのが分かる。勝てるのかな、この化け物に。逃げたくない、逃げちゃいけない。私が戦わなきゃ。私を殺して、それすら叶わぬというのなら、私は。
私は弱いから、みんなをせめて罪滅ぼしにできるのなら、苦しむ人を支えてあげて、それで少しでも苦しみを和らげられるのなら、そういうことだったのですね。苦しむ者を支えたいという思いと、自らへの絶望と諦めの思いが交錯して、クルスさんの血液から私たち侵害の伴侶は生み出された。再び罪を重ねることを恐れ、寄り添うことしかできない不完全な存在として、私は シルバさんのもとに一緒に行かせてください。クルスさんは最後までもがき戦い続けていました。クイーンとして渇きに苦しむレブナントを救うために、ただ支えるだけではなく救いたいのです。彼女が実現できなかった思いを他の伴侶たちの、お姉さま方の思いを私が代わりに届けていきたい。私がやるべきことではありません。ですが私の心がそうしたいと叫んでいるのです。ご迷惑でなければ